ヘビの殻山川正夫、作おい、明美、酒の坊やがな、お前に何か渡したいものがあるんだとさ、そこの裏口で持っているぜ。カウンターの下にビールや炭酸の瓶を運び込みながら、相場店が声をかけた。もう化粧も済み、その時明美はボックスで、同僚たちと一緒に、 腹ごしらえのラーメンをすすっていた。そろそろその酒場も開店の時刻が迫っていた。何かしら、坊やが私になんて。お姉さん、予約しちゃダメよ。あんな子供、罪よ。と一人がいたずらっぽく目で笑った。バカのこと言うのやめてよ。と明美も笑いながら立ち上がった。誰があんな子供を、 いくらつまむにしても早すぎるよ。酒場の裏口はほとんど体を斜めにしなければ通り抜けられない狭い路地だったが、その薄暗がりの中に白っぽく小柄な酒屋の小僧の顔が浮かんでいた。ああ、お姉さんとその小僧が言った。もちろん二人は兄弟なんかではなかった。小僧はただ その酒場に勤めて4年になる古顔の明美を同僚の他の女子たちが立ててお姉さんと呼ぶのにそのまま従っていたのに過ぎないのだ。彼自身田舎町からこの港市にやってきてまだ丸2年にしかならなかったしその点でも明美は彼の先輩に違いなかった。何を今頃 寒いじゃないのさ。両手を和服の袖に入れ、いかにも寒そうに、肩を動かしながら言う明美の厚化粧を小僧は眩しいように見つめて目をそらせた。ほら、お姉さん、いつか欲しいって言ってたでしょだから見つけて取ってきたんだ。完全なやつさ。ほら、やはり寒さのためか、 真っ赤な頬のままで小僧は大切そうに紙に包んだものを出した。まあ、蛇の抜け殻じゃないの。ずいぶんでっかいだろ二メーターはあるよ。紙包みを開け、その乾いた透明な鱗が続く蛇の抜け殻をつまもうとする明美に小僧は慌てて声をかけた。ダメダメ乱暴に触っちゃう。壊れちゃうよ。 冬のその日、小僧は同じ港市の住宅街に配達に出かけて、ある屋敷の門の近くの黄色く売れた夏みかんの木に、ふとその蛇の殻を見つけたのだという。何しろ蛇が殻を脱ぐのは春だって言うだろう。それに夏みかんの木ってトゲだらけで、頼んで取らしてもらったんだけど、切れそうでビクビクしちゃった。 だって切れたらご利益がないんだって言うし、でも春のやつがまだ完全に残ってたなんて、あの木が葉の落ちない夏みかんの木だったせいだね、多分。ありがとう。嬉しいわ。とあけみ、明美は手や頬がトゲの引きかき傷だらけのその小僧を見つめながら言った。<laughs> いつだったか完全な 蛇の抜け殻をタンスの底に入れておくと衣服が増えるという母から聞いた話をして、もしもそんな蛇の殻があったら欲しいなと冗談に彼に喋ったことがあった。何しろこういう商売だと衣類はいくらあっても足りないから。小僧はその言葉を覚えていてくれたのだった。助かるわ。 これからお正月にかけて着るものが欲しくてたまらなかったのよ。きっとこの蛇の抜け殻のおまじないが効いて、私着るものに不自由しなくなるよ。そのおまじない聞けばいいね。照れくさそうに言うと、背もまだ彼女の肩までしかないか小僧はぴょこりと頭を下げ、そのまま背を向けて自転車に乗った。 すぐ路地の外に消えた見送りいつの間にか明美は頬に微笑が浮かんでいた色白で丸坊主のまだ幼顔の残った清潔な少年のようなその小僧のうぶな印象を反数してかわいいところのあるけねと思った丁寧に蛇の殻の紙包みを帯の間に挟み 酒場の裏口に入りかけてふと足を止めた。そうだ。もし、このおまじないがあれに聞いてくれたら。そして、母から聞いたそのおまじないが早くもその日のうちに聞いたのかもしれなかった。看板まで残っていた赤ら顔の繊維風の大男がその夜明け目に金をくれた。 もちろんただでくれたわけではない。マダムからめくばせで、久しぶりにその港市に帰ってきた、その大男が、かなりの金を持っているから、安心だとは分かっていた。大男の言うがままに、明美はすぐ近くの彼女のアパートまで、大男が送ってくるのを、そして部屋に入ってくるのを避けなかった。帯を解くと、 白い紙包みが落ちた。男の問いに答え、彼女はその蛇の抜け殻のご利益を説明した。大男は笑い出した。へえ、あんたあのばあじゃ一番古顔だって聞いたが、まだは子供なんだな。さあねえ、子供だかどうだか。とにかく歳の話はやめにしようよ。私は歳の話は、 苦手なんだ。派手なネグルジエに着替えながらそう明美は答えた。大男は酔った目を据えて不意に真面目な顔になった。でもそんなお母さんの話を信じ込んでるなんて可愛いところがあるじゃないか。そんなに生きるもんが欲しいか。欲しいよ。と明美は言った。出なきゃどうしてこんなことで。 稼ぐもんか。女って面白いな。いくつになっても、妙に子供みたいなところがある。子供みたいなことを信じてやがる。男はろれつの回らない口で言った。でもそこが女のかわいいところだ。よし、気に入った。そのおまじないを信じているお前のかわいさに免じて、俺が着物ぐらい作ってやる。 無理することなんかないよ。と、明美はお茶を入れてやりながら言った。相場からすれば、着物はそんなことを数多く繰り返さなければ買えないのだ。いいんだよ。大男は吠えるような声を出して、大きな札束をつかみ出した。どうせ俺は明日からまた半年ほどは海の上だ。 お前の晴れ着姿が見られねえのは残念だが、それだけの金はやるよ。どうせ持っていたところで使いようがねえんだしな。ほんとかい船乗りは嘘はつかねえ。さあ、渡された札を数え、明美は胸が迫った。ありがとうよ。と言った。 だが、そのお礼の言葉、感謝は、相手の男にというより、その蛇の抜け殻に対しての、それだったかもしれなかった。なんて、あらたかなんだろう。これであれが変える。思うとごく自然に目に涙が湧き上がった。なんだお前、歳のことは苦手だなんて言ってよ。まだ若いじゃないか。抱きながら、 大男が言った。明美は無言だった。まだ目から涙が溢れていた。そうかそうか。そんなに嬉しいのか。まあ、豪勢なやつでも買ってくれや。大男もさすがに嬉しそうに言った。たくましい、日焼けしたその胸板にかじりついて。明美はでも自分の欲しい着物は、 大男の言う豪勢な奴とは全く違うのだと思った。それは来年の1月15日、成人式に着る晴れ着なのだ。父を落盤事故で失い、中学を出ただけで九州からこの港市に来た彼女は、2年ほど缶詰工場に勤めてから、年齢を隠してあの酒場に入った。だから、 いくらそこではお姉さん扱いされ一番顔だと言っても明美はまだもやっと満で二十歳でしかなかったのだ晴れた日だった日光を久しぶりのもののように暖かく背に感じながら公会堂に群がり寄る満二十歳の男女たちの中で彼女もみんなと同じように奇妙に晴れがましくうれしく 心がウキウキと弾むのを抑えきれなかった何かやっと年相応の姿で自分が年相応の自分年相応の心に帰れているような気持ちだったあのお姉さんじゃないですかその声に反射的に明美は振り返った冬の陽光に目を細めてそこに立っていたのは栄の小僧だった やはり丸坊主で仮着らしいダブダブの背広を着てピカピカの靴がひどく目立ち余計子供っぽい印象を与えていた。やっぱりお姉さんだ。なんだ。見違えちゃったな。まるで感じが違うんだもの。成人式に来たんですかあなたも成人式に来たのとやっと明美は言った。 ええ、僕、1月の10日生まれだから。私も1月生まれなのよ。なんだ。じゃあ僕たち、ほとんど同じ頃に生まれていたんですね。僕、でもお姉さんのことずっと大人だと思ってたな。なんだお姉さん、二十歳だったのか。別に、軽蔑の口調ではなく、むしろ小僧は、はしゃいでいるみたいに繰り返した。 他に誰も知った顔がないまま二人は並んで会場の椅子に座った若々しく華やかなざわめきが続くうちに式が開始された記念品が授与され代議士や市の商工会議所長のお立てたりお説教の演説が繰り返され最後に市長がまた壇上に上がった えー、ところで今年は緑、つまり蛇の年であります。で、ここでちょっと蛇にちなんだ話をさせていただきます。と、ハゲ頭の市長は、閉会の字を兼ねてか、再び喋り出した。えー、ご存知のごとく、蛇は毎年、殻を脱ぎます。そして年ごとに成長していく。明美は例の、 おばんじないのことが心によみがえって、おかげでこの着物ができたのだと思い出した。隣の境の小僧の顔を見たが、でも彼はそんなことは忘れたのか、緊張しきった顔で壇上の市長を見つめていた。ところがです、蛇という動物は何か引っかかりが、まあ、トゲとか硬い草とかでいいのだが、それがなくてはどうしても殻を脱げない。 そしてもしも殻が脱げなかったら、その蛇はどうなってしまうか。市長は一呼吸をつき、声を大きくした。その時は蛇は死んでしまうのです。蛇の殻は甲羅みたいに硬い。それが蛇を保護していると同時に、いざそれが脱ごうにも脱げなくなった時は蛇はいわば窒息というか、 成長し大きくなろうとする自分の命と、それを小さい古いままの形に押さえつける硬いからのために、苦しみ、無駄え、挙句の果て死んでしまう。まあ、これを自分自身の命の膨張と圧迫のための自殺と呼ぶか、自己死と呼ぶべきかは知りませんが、とにかくどこかに引っかかりを見つけ、そのおかげで硬い、 鎧のような古い自分自身の殻を脱がぬ限り、蛇は生き続けられない。ふと明美は何かが胸に使えた。そのまま全身が固くなった。だから、この話に関して私の言いたいのは、と市長は両手を机に置き、まるで校長先生のような口調で言った。君たちもこの蛇の年に、 青年に達したということを一つの教訓とし、どうにかして毎年殻を脱ぐべきです。ということです。いつまでも同じ自分、古い自分、幼い半人前の自分にしがみついていてはいけない。幸いどうせ世の中は引っかかりに満ちておるから。軽い笑い声が起きたが、市長はそれを無視して続けた。 だから、このチャンスにはこと書か,かない。多分、あとは君たちそれぞれの勇気の問題です。私は今日のこの成人式が皆さんにとり、一つの脱皮の日であることを信じ、これからも勇気を持ち、あらゆる機会を捉えて、皆さんが脱皮を繰り返して、そして成長されるのを望むのです。明美は目をつぶっていた。様々な思いが、 重たく胸に落ちかかって目を開けることができなかった。拍手の音が湧いてそれが止んだ。いつの間にか式は終わっていた。さあ、二十歳だと小僧が張り切った元気な声で言った。見るとさっきの緊張からすっかり解き放された笑顔で小僧はスタートラインに立った選手のように 目を輝かせて、威勢よくげんこつで片方の腹を打った。その態度は確かに、それまでの坊やからは完全に脱皮していた。明美はそれを感じた。私はもう二十歳よ、と口の中でつぶやき、明美は不意に苛立たしい疲労に似たものを感じた。距離に贈る金だけが目当ての、 様々な男たちとの経験、お姉さんとしての酒場での毎日が急に重苦しい幕のように彼女を包んできて、明美は自分は常に殻を脱ぐどころかまるで重ね着をするみたいに、殻の上に殻をかぶり続けて、日々を送ってきたのだと思った。蛇なら私はもうとうに、 何回も死んでしまっている。いい生き物だね。すごいや。と立ち上がりながら、初めて気がついたように小僧が言った。おまじないが聞いたのかいそうよ。でもこれだって、殻の上に殻をかぶせるようにしてできたんだわ。手を取られ、その手に不意に意外な大人を感じながら、 明美は今までとは逆に自分がその小僧よりずっと年下の重ね着の下の16歳のままでいるような気がした。